こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。転売で稼げるかどうか。これは何を扱うかによってほぼ決まります。例えば、このベアブリック、スポンジボールの1000%。ね、ベアブリックで1000%というのは、100%は7センチなんで、1000%、70センチあるね、ベアブリックという、人形なんですけど、23万2000円でヤフオクで落札されてます。で、これもともとはね、2万9400円の商品です。で、ヤフオクで、売れてるってことはですね、ほぼ Amazon で売っても売れますし、eBay に出しても売れると。ヤフオクで売るんだから、そのままヤフオクで売るっていうのも OK ですね。何を選ぶかによって、このように、稼げる稼げない決まってきます。で、このベアブリックっていうのは、別に、あってもなくてもどうでもいい商品なんですね。で、そのどうでもいい商品を23万2000円払って買う人がいると。これ興味のない人にとっては信じられない話なんですけど、一般的に言って、転売で稼ぎやすい商品、ね、副業でちょっと扱って稼ぐとか、月10万、あるいは月30万、またはね、せいぜい月100万ぐらいまでの金額を稼ぐんであれば、もう必需品を扱うよりも断然こういうくだらない、あってもなくてもいい商品を扱うのがおすすめです。ただくだらないだけにですね、どの商品は本当にくだらなくてくだらなくておしまい、あるいはこの商品はくだらないけど儲かるというのをね、見つけるのがなかなか、初めはわからなかったりします。この辺のサポートをね、転売アカデミー、私のサポートでは、一番力を入れてるんですけど、はっきり言ってすごい儲かりますって言ってね、動画とかね、無料動画とかなんかから始まって、何百人も集めちゃうところとか、その辺だとね、サポートするのは無理だと思います。なぜなら、私がサポートしてても、月にね、10人以上のサポートっていうのは、ちょっと難しいですね。一個一個の商品をね、この商品は、いいでしょうとか悪いでしょうとかね、他にこういうのないですかって問いかけて帰ってきたのを見たりとか、そういう細かいサポートをしますんで、大人数では無理です。そこでですね、人数を集めてサポートをしているところのサポートを受けて稼げない初心者が多いと。これはなぜかというと、このネタ選びの部分をサポートすることはね、大人数を集めた時点でできません。自分でとにかく手数を動かしましょうとか、そういう話になっちゃいます。そこを行くと、転売アカデミー、ね、個別でサポートしてます。そのおかげでね、こういう商品を具体的に、ヒントを上げたりとか、あるいはね、提案していただいた商品をこういう方の商品ありませんか、あるいはこういう点はどうですかという細かいやり取りをしてサポートしてますんで、3ヶ月から半年でね、ぐんぐん稼げるようになってます。これね、ホリデーシーズンに入っていきなり、1年もやってないのに1万7000ドル、1ヶ月で売ってると。1万7000ドル売ってるってことはね、利益が約5000ドルですから、月60万以上稼げてる。そして、3ヶ月で5300ドル。ね、約1500ドルの利益ですから、18万ぐらい稼げている。これぐらいの、成果はですね、言ったことを素直にやっていただいて、あるいは質問したことに、すぐに答えていただいて、普通に手数を動かしていけば、もうそんなね、毎日ね、寝ずに働きましょうとか、そういうことせずに、無理な範囲で続けていただいて、3ヶ月から半年で、月10万、あるいは月30万という利益を、得ることができます。なぜそういうサポートが可能か。これ少数精鋭でですね、少人数の方向けに手取り足取り、細かくサポートしてるから成果が出せてます。そんな形で初心者の方で、どうやったらね、稼げるかよくわかんない。転売興味あるけどね、何から始めたらいいかわかんない。輸出は面白そうだと思ったけどね、英語がわかんないとか、何を扱えばいいのかわかんない。そういった疑問のある方は、転売アカデミー、アマゾン輸出サポートをお勧めします。現在ね、会員募集してますんで、よろしかったら、ご応募してください。ご入会お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。